ご紹介しますけれども、えー、27番、えー、1234分類の松田豊です。えー、と今回は、えーと、初めて学奏したものになりますので、えーと、初めて見る作品になっていると思います。こちらの作品が、えー、最終予言、これ2001年の作品です。えー、とこれはですね えーとメールマガジンの「機関し方法」という、まあ、僕が主催していた、えー、マガジン、えー、といわゆるメールマガジンなんですけどそのメールマガジンで松澤豊さんに寄稿をお願いしたところ、えー、寄稿で文章が来るかと思いましたら、まあ、文章が来るというよりは作品のようなものが来たということで、まあ、その作品 としてですね、今回初めて、えー、とプリントアウトして展示しているものがこちらの、えー、最終予言というものになります。えー、とその最終予言の中に、えー、と一つのコマとして、えー、と作品が含まれていましてで、その作品はこのまま作品として使えというようなことで、あの松沢豊さんの E メール機関紙方法での市場発表作品として 出す、出す、えっと、出てきましたのが、このタイムリミットという作品になります。まあ、これも2001年の作品です。で、えっ、ー、と、これらは、えっ、ー、と、ずっとその後僕が持っておりましたので、あの、今回初めて展示しております。で、その後ですね、えっ、ー、と、こちら、ビットマップとベクターというものです。これは、えっ、ー、と、松沢さんが亡くなられる1年前の2005年の作品で、 えと私がですね、あのギャラリーセラーというところで、えー、芸術特許という展覧会をあの行いましたところ、えー、と松澤さんからですねあの、その展覧会の初日に、えー、とギャラリーセラー宛てにあの手紙が届きまして、まあ、その手紙の中にあの入っていたもので、<laughs> 明らかに作品の形式でできておりますので今回は作品として提示させていただきます。ビットマップとベクターというのはその芸術特許の要のコンセプトでありましてビットマップが色ベクターが形というようなことがここに書かれております。